どどうもどうももお疲れ様でですすエステちゃんです今日は、えー「チャンスの時間」という a b e t v でやってる番組についてのだばなしなんですけど、えー、今回面白かったのがあの大拓さんというコンビの方たちが、えー、ベトナムのダナンに行ってパチスローをするっていう回、えー、なんですけどもうそれがもうめちゃくちゃ面白くて。 ちょっと2回見ちゃいました、はい、で a b、えー、アベマプレミアム会員でない方は、えー、日曜日までは無料で見れるのであのぜひ見ていただきたいんですけど何が面白かったかっていうとまずそのベトナムのダナンなんで行ったかっていうと今の日本では打てないそのハイリスクハイリターンの機械があるとパチスロがあると。で、えー、プラス。 レレーートトが高いででできるとでスロットだと今日本で1枚20円なのが、えー、まず最初の設定が30円からで、えー、60円120円と選べると。でその60円120円で遊ぶにはその設定がゼロスロットの上なんか設定みたいな,なんかその。 なんかその機械のででどれぐらい出てるかみたいなのがデータが出てるらしいんですけどパチスロの上それがまあゼロの状態で始めてくださいねそれだったらやっていいですよっていうやつであのまあ私全然ギャンブル一切やらないんですけど人様がやってるの見るのが好きであの競馬とか競輪とかそう競艇とかもそうなんですけど、まあ、パチンコもそうです。結構その番組見ててましてで その中でもやっぱ大拓さんの今回のやつ面白かったですね。はい、まあまあ高齢とでやってるっていうのも普通にやっぱりねドキドキしますしあとあの大拓さんっていうのが大さんがお兄さんで拓さんが弟さんっていう、まあ、一卵性双生児の、えー、双子なんですけれども本当に瓜り二つでで見分け方とすると。 左目になんかこうほくろがあるのが弟のタクさんなんですがその第三お,お兄さんの方がですね拓さんに対してこの大事な局面にな,る時になった時に「おいお前これ外したらもう終わりだぞ一回ちゃ一回一回ちゃんとやれよ」みたいなかんそれがなんか面白くて <laughs> なんかま一瞬の話なんですけどなんかそこも良かったなっていう。 あの高レートでやる以外もやっぱお二人の何て言うかこの様子というのがもう思いっきりの飲まれてタバコ吸ってるのも面白かったですしもうなんか変な変な顔になっちゃっててもううわーやばい時間もないみたいなあのもう帰んなきゃいけないみたいな日本にっていう状態でタバコ吸ってる様子も面白かったですし途中ふざけ出すところとかも。 えー、面白かったですしんかすごいドラマチックな展開もあったりとかしてめめちゃめちゃゃ面白くてもう2回見ました、はい、あとその,あの今では今のパチンコ日本のパチンコ店ではダメらしいんですけどその席でたばこが吸えたり、えー、お酒が飲めたりするっていうのでダナンのところではもうすごい千鳥のお二人ももうええなーみたいな行きたいなみたいな感じで行ってて。 ぜひ行ってほしいなと行ったの見たいなっていうふうにあの思いましたねはいいやなんかその大沢さん最近こうブームでちょっとした私の中でいろいろ YouTube 探してみたりするんですけど <laughs> あのちょっと面白いなと思ったなその沢さん弟さんの方がその耳掃除するのは苦手らしくてその痛いと。 なんか乾燥してなんかっから痛いのかな,なんかそれでもうあんまり耳掃除しないみたいなのがあってまあそれも2年3年前の話なんですけどそれを耳掃除する企画とかもうめちゃくちゃ <laughs> あの面白かったですね。それも見てほしいです言うほどあの汚くもなかったしはい非常になんか双子愛が見られてえよかったな っていう感じなんでちょっとご興味ある方いたら是非大沢さんチェックしていただきたいなと思います。はい、ということでまた何かあったらあげたいと思います。終わりです。